い、どうもこちらにです。今回はね、久々発生確率2倍、こちらのね、キャンペーンがやってきてるので、合成してきたいと思います。はい、で、集めたキャラこんな感じかな。結構ね、まあ、見てわかる通り集めてますね。うん。で、必殺本がまた多くて、必殺本もね、別弦含めて結構ね、集まって、まあこんな感じかな。別弦がこんな感じで、で、ガーッと。まああるわけなんで、まあこの辺をね、合成していって、まあスキルは何体できるかっていうところだね。うん、まあ特に修行ソロね、とまあフェス限、あとはまあ決戦系キャラ、まあこの辺はね、ちょっと、まあ、マックスにしておきたいかな。でも、ボックスさ、パンパンじゃない？みんなどうなの？みんなもパンパンでしょ？もうやばくない？もう、久々だったよね、多分ね、来たのがね。1ヶ月、ちょっとぐらい空いたよね。多分ね、1ヶ月6週間もぐらい空いたのかな。結構空いたよね、まあ、とりあえずね、ガスパーデから行きたいと思います。ちょっとガスパーデもね、スロットが4つあるんで、まあ場合によっては使えるんじゃないかなと思うんで、ちょっと上がってほしいな。びっくりしたスルーかと思う。ロイキャラだからね。よし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 、いいよ。はい、1ね。はい、これやばくない？ 4 つって結構優秀だよね。ヒッターはつけたいな。ちょっとこいつ重いからね。しかもこいつ使う時って最速攻略狙う時ぐらいしかないからね、多分。いやでも最速も無理か、こいつ重いから。そう考えたら何つければいいんだろう。マイターンとかかな。来ないし、解放がやばいね、この子は。ちょっと解放頑張って。てかステータスも結構優秀な感じするよね、この伸び率でいくと。あ、藤が来た。あ、これ全然スケマンなんないね、多分ね。これは厳しいね。ちょっと、まあ、久々さん来たけども、ちょっとひどいな、このガスパーでは。まあ、しょうがないね。てか、あの、必殺技アップもさ、元々の数字が上がったじゃん。だから2倍になったら、その上がった分の数字分も2倍になるわけじゃん。だから結構確率上がるのかなと思ったけど、なんかそうでもなさそうだよね、実際。なんかもっと体感できるほど2倍になったら違ってくるのかなっていう。まあ当番の時はさ、あんまりなんか時間なかったじゃん、正直。まあ若干ほんのちょっとまあ上がるかなっていうぐらいで、別になんかそんなにね、うん、なんか感覚的な問題はね出てこなかったけど、まあ2倍になったら出てくるかなと思ったけど、出ないね、あんまり。これ上がってる方なのかな。さあさあ行こうか。今いくつなんだこいつ。わあ、スキルマじゃん。上がってる方なのかな、これ見ると。後半なんかめっちゃ上がったもんね、バババババね。じゃあいいのかな。俺的になんかこう、一回さ、周回めっちゃ頑張ってくれそうって、もう二度と回りたくないんだよね。そう、だから、あ、マイターン。まあ、いっか。いや。そう、だから、全員スキルマになってほしいんだよね、できればね。もうめっちゃ回ってくれそうって。いや、まあ、なかなかうまくいかないよね。はい、次、モリアさん。モリアもね、最速攻略狙うときに、このまあ、10ターン発動っていうのがね、なかなか、使えるんで、まあ、スキルマにしとくと、まあ、周回が速くなるって感じかな。なんかあったよね、こいつスキルマじゃないと最速狙えないようなクエストね。そう、だからまあ上がってほしいんだけど、1回か2回しか使わないからね、モリアなんてね。
メギリア除いてね、そのスキルを使うっていう面ではまだまだでしょこいつ。うわあと3。まあしょうがないね。おお、12ターン発動。うん、まあ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 、まあ、一旦つければね、まあなんとかなるかなっていう感じのターン数ですね。はい、次サッチね。サッチ、こいつはあれだね、まあ俺確か動画出してたっけな、多分出してるね。決戦クマのね最速攻略を狙える、キャラなので、まあこいつのスキルレベルが上がってると、まあ、フレンドにどのサッチを使っても、まあ最速が狙える。やばくないやばくない今、いや喋ってたらピカン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 言うからさ、ピカンっておかしいか、シャキンか言うからなんだって思ってたらスキルマじゃん。おい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 、次ジャブラ。ジャブラもね、俺必殺棒めっちゃ持ってたのに捨て、あーバカバカバカ捨てちゃったんだよね、ボックスパンパンになりすぎて。昔ね、昔、今回じゃないよ。そう、もったいなかったな、もうどうせ当たんねえなと思ってたら、そう、どうせ当たんないなと思ってたんだけど、まあこれ強いじゃん実際。よしよしよし、強いからさ、で14ターン発でしょ確か。14は速くない？まあセニョールとかと一緒かな。そうなんだ。うん、で能力もさ強いじゃんこれ、3000と1300だよ、強すぎでしょ。あと4か。うん、まあもうちょっと頑張らないとだね。はい、次イゾー。イゾーもね、まあブラメンコとかモリア同様ね、こういうキャラは最速攻略狙えるキャラなんで、まあスキルマがいいよね。イゾもなんかあったよね、スキルマだと最速周回できるようなクエスト確かね。ちょっとスキルマになってほしいんだけど、もう無理だね、レベル8の時点でもうちょっと厳しいね。うん、これ12ターン発でしょ。そうだね、しょうがないね。はい、続きまして、はい、ドーマ。これもね2色変化なんて同じだね、10ターン発動だから。そうだね、最速が10ターン発動なんで、まあスキルマーまで行きたいんだけど無理だねもう俺これ2色変化全然触ってないからさ、なんでか知らないけど、でもねそういうクエスト回ってないんだよね偶然。だから2色変換が最速なクエストね全然回れないんだよね。はい、次シュガー。全然回ってないっていう。なんかシュガーに関してはさ、なんかスキルマじゃなくても全然いいのかなと思っちゃって全然回ってないんだよね。だって結局さ白ひげ待ちとかじゃん。そうだから別に良くないそのままでと思ってそのままにしちゃった。全然回ってないこのクエストに関しては。まあでもただこれあれなんだよね、コロシアムとかで耐久する場合とかは2回回ってくるし、もちろんね。あとはまあ特訓の森とかだとね、スキルマート何回も使えるっていう点はまあいいっちゃいいんだけどっていうところはあるよ。はい、次ね、トレーボルですね。トレーボルだ。まあこれもね、全然回ってない。トレーボルも使わないでしょって思って。なんか船長スロット変換して固定みたいな感じでしょ確か。なんか、微妙じゃない？なんかパッとしないと思って。上がんないんかい。まあ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 。はい、お次はね、サガ。サガです、サガ。まあ、同キャラいないか。じゃあ、したところだけで、考察だけです。この映画は未だに覚えてるな。だから懐かしいね。コロシアム正直ね全然回れてないっていうか、そんなにね今回のコロシアムはなんか回らなくてもいいのかなと思っちゃったからね、結構サボった。まあコロシアムまで回ろうとするとね正直もうちょっと手回んないよね。イベントがあって決戦があってってなったらねちょっときついよね。次は
ブルックかな。あ、先にこれ最後片付けようか。ジョズとかドレーク、キラー片付けようか。これはどうでもいいからね。まあジョズに関しては強いんだけど、そう、回れる余裕がなかったです。そう、ジョズ強いんだよね。でドレイクに関しては、まあ俺はいらないかなと思っちゃった。博識格闘だっけ。格闘に関してはジンベイがいるし、まあかぶるしいいかなと思って、そんな博識で格闘。あ、強靭か。あ、そう、強靭に関してもまあジンベイパで使う、ジンベイパで使わないか、こいつ。まあルッチがいるからね、まあいいかなと思ったのと、まあ博識もね、そんなに心で博識って言ったらやっぱさ、シャンクス使うじゃんってなったら、別にわざわざスロー変するようなキャラいなくてもねって思ってやめちゃった。まあただシャンクスにね、シャンクス場にモモンガ入れて博識エンハスかけて、でドレイクにもバリスかけるっていうね、ここもまああるからね。まあレベル真似する分にはね、すごいいいと思うんだけど、まあ、スキル間はいいのかなと思っちゃった。俺はね、まあ今後使うかもわかんないけどね、コロシアムとかで。次モリア、紫モリアのあれだね、通常クエストの方で。だから、うわ、このモリアもね、本当は回りたかったんだよ。強いじゃんやっぱ。これ特訓の森なんだっけ、ヒゲかなんかクリアしてる方向あるよね、これすごいよね。ログルフィーと組んだのかな、こいつは。うん、すごいよね、びっくり。あ、ちょっとだんだん数が減ってきたね。ドミノでピーカ行こう。ちょっとクライマックスというか、後ろの方にね、雪原が控えてると思うとちょっと緊張してくるね。あと、まあサボ、もうサボも回りたくないじゃん、実際あんな難しいの。一応2周年サニー号じゃない普通の船で攻略した動画も一応俺の動画出してるんですけど、まあきつい、うん。まあ別に安定して回れるんだよ。安定して回れるんだけど、めっちゃ、めっちゃ、スキルマーこれ。多い。やば。そう、めっちゃね、安定はするんだけど、てかちょっと待って、ディストイル。そう、めった。めっちゃ周回はね、できるんだけど、まあ長いんだよね。うん、時間かかる。安定はするんだけど時間かかるから、まあ回りたくないね。そう、まあだからあんまり、おすすめはしないかな。モルビアとか確かに今一切しなかったよね、みたいなキャラは。いや、もう動画外で構成しちゃいたいと思います。あ、バカ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 、ドミノ、アサウロとかね。いや、おお、藤井さん、よしよしよし、いいじゃん、回復も良くなったね。まあでもこれ使わないよね、実際ね。一旦回復なんだよね、でスロー固定でしょ、まあ、使わないね。あ、であとピーカか。ピーカに関してもまあ21なんで、うるさいな、21なんで、まあ運よけやなるぐらいな感じかな。17でしょ確かですけど、まあ、4だよね、だから。これ迷うんだけどね、これ封じじゃなくて巻いたのがいいかな。強靭野心だよね確か、巻いたのがいい気がしてきたな今更だけど、まあいいか、いいや、いやいやいや、もうなんか今更変えてもね。殺し屋以外で使わないでしょこいつ多分。特訓の森でまあ使えないこともないけど、特にって感じだよね多分ね。お、あれこれ隙間じゃない？よっしゃ、
いやもうこれでもう決戦ピーカもおさらばですなんか嬉しくない？なんかスキルマンになるとさ、ああもうこのゲスト周回しなくていいんだ、復刻で来ても周回しなくていいんだと思うとすげえ気持ち楽になる。これだけ？もうだってもう決戦ピーカ回んなくていいし、あとまあ、お、回復もあった。あと決戦で俺残ってるの多分何残ってる？ヘラクレスンとか未だにやばいよね。ああちょっと言った7、うん、やばいこいつ。確かこいつ何ターンだっけ、 10ターンちょっとぐらいやりました。10ターンだっけ、覚えてないけど。決戦系で言うとガープ終わってる俺で、この辺も終わってんだよな俺。終わる、ゼファーも終わってるでしょ。あと誰だっけ、青記事か、青記事も終わってるで、あとはここらあいつだ、韓国みたいな、韓国も終わってるでしょ。まあ解放終わってないキャラいるんだけど、まあスキルが終わってればいいかなって思う。あとここエネル、あと誰だっけ、そこの決戦、あ、イワンコフだ、イワンコフ終わってね、イワンコフ終わってないあ、意外と終わってないな。で、キザルがあと1で、技はドフラミンゴがもちろん終わってる。で、ミホークも終わってる。あと誰だっけ技って、あ、サボか、サボもね、今回終わればいいなと思ってるし、あと黒ひげも終わってねえじゃん。そうだね、俺が必要だと思ったキャラに関しては全部終わってるね一応。うん、あとは暴走も終わってないわ。あ、結構終わってね。でも暴走も俺今後回る気ないし、うん、今後回ろうと思ってるやつで残ってんのはほとんどないね。悪魔もこの前あの当倍で入れてスケマになりました。ということで残ってるのが多分キザルだけかな。あとまあ場合によっては3本。はい、次ね、ブルックいきます。ちょっとね、このブルックもねめっちゃ上がってほしい。もうちょっとやっぱザンパ使うからね、よくね。でザンパのスロ編って結構珍しいっていうか、なかなかいないからね。そう、もうこの機会に上がってください、お願いします。本当にブルックさん死ぬ気で頑張ります。これ絶対なんだよね確か。あれ全然スキルもなりそうじゃない。13だったよね今ね。これで12 11 10、終わっちゃうんかいはぁ、やばいね今回。なんかめっちゃ上がりやすいね。なんか優しい、やっぱ恩恵があったね。こう見るとね、最初はなんかあれって感じだったけど、なんかもうなんかこう見るとね上がってるような感じするよね。はい、ゾロスさんちょっとお願い。4冊ずつにしましょう。24冊ピットで集めてきたんで、まあ1ずつ上がればまあスキルマになるよって感じなんで、まあスルーなしでお願いしたいところですね。お願いします、ゾロさん。強くなるんだ。よし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 、まだまだ俺は弱い。よし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 、ちょっとゾロはマジスキルマになってほしい。ちょっと今ね一番スキルマになってほしいかも。で、これでもしスキルマになったら、で、解放もスキルマも両方終わったら、あれね、トップの森行こうかと思ってる。フェスゲミホークとか使って。まあ、フェスゲミホーク使う場合はね、フェスゲンがミホーク、また一人しか使わないんで、まあ、しないのは他のものより、お、スキルマかな？下がるんだよね、そう。だから、結構ね、うん。まだまだ俺は弱い。まあ皆さんの参考になるんじゃないかなって。はい、次ねサボえ、今回順調すぎんだけど、もうこの前のやつ覚えてる？この前の必殺技アップの動画見てない人ぜひぜひ見てください。もうちょっとヤバかったよこの前のやつ、これちょっと渋すぎて、ぜひぜひ見てください。まだ、よし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 、上がってください、がっつり上がってください。おお、やば、いいね。で、解放どうしようかな。
解放は格闘が入ってるからジンベーパで使うかな。まあでも自由も入ってるからな。ただ別ゲーサボパで使わないから、まあ格闘パで入ると考えていいよね。スルーかい、スルーかい。だからどうしようかな。格闘パだから、毎ターン無事船長がやっぱ一番ベーシックかな。一旦つけたいんだ。やばいな、やばいな。4ぐらい上がってない、これやばくない？ちょっと優しすぎない、運営さん。皆さんも運営さんの悪口してダメだよ。ガチャが当たんなくなってね、こうやってあげてくれるんだから、運営さん。優しい。だってさ、毎日ログインして毎日くれるんでしょ？そんなゲームないですよ、皆さん、本当に。あの、キャラの実装が、あれが遅いだの、これが早いだのって、早すぎるだの、遅すぎるだのとかってね、言われてるけど、まあ、じゃあ、遊ばせてもらってるんだしさ。って俺は思うよ。だって、運営さんがちゃんとね、こう、ゲームを作ってくれてなかったら、こうやって実は遊べないわけだから、そもそもね。根本的に。だからまあ、ガチャで当たんなくても俺はいいと思ってるし、もう感謝ですよ。だって面白いもん。こんなね、俺ゲーム続いたこと、まああるか。あるけど、いや、もうやばいな。やばくない？え、5ぐらい上がってない今。え、5上がった？やばくない？ちょっと優しすぎるでしょ。そして毎ターン1個も来ないっていう。あれ来てた？俺なんか話しながらだったから全然見てないや。てかもうそろそろ隙間じゃない？ねえ、隙間じゃない？これどう？あ、まだか。これどう？はい、今ちょっとね切れちゃったんで、ちょっと途中からなんですけど、今ねサボね1回分合成しちゃった5体で、毎ターンが来たような感じかな。で、サボどこ？サボサボ、いて。そう、はい、ここから続きでやっていきます。毎ターン1個来たんで、毎ターン付け替えました。ちょっと迷ったけどね。うん、で船長来るんかい。船長効果無効消して毎ターン入れたのに、今船長効果がめっちゃ来る。そこはやめてほしいよね。まあいいけどね。もう隙間にしてもらったからもうありがたいからいいけどね。おお、毎ターン来た。よし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 。さあ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 。うわー、来ない。来ないか。しょうがないね。はい。さあさあで。レベルも結構上がったね。確か最初の70ぐらいだったよね。スタートね。結構いいね。これ見ると。レベルも上がってる。いや、ステータス結構優秀だね。やっぱり。さすが決戦だけあるね。はい、OK でございます。で、もう最後もうあれかな？決戦かな？エースは持ってないんで、そうだね。ハンコックとサボ。ちょっとね、サボに関してはね、ちょっと頑張れなかった。全然落ちなかった、正直。だから今回じゃスキーマンなんないね。必殺レベル1だもん。全然なんない。だからまあ最低限ね、2,3上がってくれれば、まあ、まあ万歳かな、正直ね。マジかよ。俺たちは革命軍。おお、そっちのサボさん、ちょっと14でしょ。だってあと5もじゃん。おいおいおい。でハンコックはあと3。そなたの体を回復する。ハンコックも落ちない落ちない。もうはい、もうちょっとこれでラストでございます。もう今日の動画、ちょっともう本当のお願い。もうこれマジでお願い。もうだってもう5冊集める大差知ってるでしょ、皆さん。もう
これやばいっかんね、5冊で。何十周回ったことか。10周に1回は申してない、多分だから7、80周してんじゃないかな。全然落ちなかった。はい、お願いします。韓国、よし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 、いや、もっと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 、まあしょうがないね。まあ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 、1上がってくれただけでいいや。うん、そうだね、そう考えよう。うん、なんか韓国のリクエストが来るたんびにね、5冊ずつ集めて、まあ、1ずつ上がってる感じだね。で最初の方がね全然上がんなかったって正直ね。もう2周年ぐらいやってるのにまだ韓国好きなんじゃない。だって俺韓国一番最初に当たった出現キャラだからさ、それでなってないって結構きついよね。でエースもいっぱい残っ、あ、やばい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 、この人忘れてた、この人この人この人重要だよ。カリファに関してはこれね、あれなんだよね、昔に置いといたやつ、集めといて、集めといてっていうか、まあ、勝手に落ちたやつで、まあ、いつか当たるっしょと思ってて、まあ、取ってたやつなんだよね。だから今回回ったとかではない。てか今回来てないしね、カリファのね。そう、だからまあ、おー、やばくね？優しい。いや、ハンコック1でもいいよ、全然。やば、優しい。マジか。マジか。こいつスキルマイクスか知らないけどさ。いいね。はい、ということでね、スタザザアップ、ちょっと、やばかったね。うん。ちょっと、前回の時と比べてやばい。ほんとに。もうだから、ちょっと前回見てからこれ見て。そうするとね、気持ちね、すごい、ハッピーになるから。いや、人の動画見たらハッピーになんないけど。まあでも皆さんもね、多分ね、これだけ上がるんだったら、いい結果になるんじゃないかな、と、個人的には予想してます。なのでね、皆さんも早めに合成忘れないようにしてみてください。はい、以上ね、スキルアップ2倍キャンペーンの合成でございました。ご視聴ありがとうございます。